こんにちはトナサトルです今回はヘッドウルフのですね8.4インチコンパクトなねタブレット F-Pad3 デビューしていきたいと思います価格も手頃なので持ち歩きたい方は注目の製品です今回は大好きな方が多いですね小型の8.4インチタブレット僕も大好きですレビューしていきたいと思いますヘッドウルフの F-Pad3 ですね詳しく紹介していきましょう ヘッドウルフの f パッド3ですね、中に入っているものを紹介していきます。こちら本体、ちっちゃくていいですね。説明書ですね。これヘッドウルフの説明書、みんな大体こんな感じ、各国語対応になっていて、日本語のページもちゃんと用意されております。はい、この辺がね、日本語の説明ページですね。はい、問題なく使えると思います。あとはね、下ハズスピンと 10W の充電器、タイプ A、タイプ C ケーブルが付いてます。それではね、まず本体の質感をチェックしていきたいと思いますが、もうね、 格安なタブレットもうちょっと最初にねだいたい値段いってしまいますが1万6000円ぐらいなんですよもう良くなりましたよねもちろん8インチですから今片手で持ってますけど片手でねさっと持ってますでボディは金属製上のね電波が通る部分だけ、えー、樹脂になっております、えー、まあ手頃な価格のタブレットだいたいこういうスタイルになってますねまあ一般的な形ですでちょっとねメニューを開くと分かりやすいんですけれども 額縁が結構細いですよねなのでチープ感はねほとんどないパッと見て安物っていうような感じは全くしないと思います、えー、額縁が細くてなかなかいいのではないでしょうか今ねブラウザーでヤフーを表示しておりますが解像度が 1920×1200 ドットなんですよ8.4インチなんで非常に精細で、えー、細かい字もねくっきり綺麗に表示できます、えー、ブラウザを見るときにはこうやって横表示にしてあげた方が文字サイズがスマホに近くなって かつ画面も広くて使いやすいと思います縦だとねさすがに字が小さすぎて厳しいのでまあ、拡大してね、えー、使うかあとはねあの各ホームページで設定してスマホ表示にした方がいいかなと思いますで画質もね、えー、悪くないです結構上々ですね 1920x1200 ドットなので解像度十分ですしまあね 明るさももう十分綺麗だなと思ってますちなみにねこれベタっていうお魚なんですけど最近なんかね格安タブレットの壁紙このお魚やったらに増えてますよねき、まあ、綺麗は綺麗なんですけどねなんか同じに見えちゃって僕変えた方がいいとまあ、すいません余談でございました。 気になるベンチマークのスコアを紹介します。チップはですね、T616 ですね。お世辞にも高性能とは言えませんが、動画を見るなら十分かなと思います。T606 が僕下の限界だと思っているんですが、T616 はそれよりちょい上なので、まあまあまあちょっと遅いですけど我慢できるかなといった感じの性能になります。動画見るだけでしたらね、えー、十分ですよ。後でちょっとやってみますけれどね。ただまあ選択肢として ちょっとお金をね、えー、1万円近く8,000円とかプラスで出して G99 選ぶともっと快適でテキパキ使えますどっちを選ぶかはもう皆さんの選択次第ということになります、えー、メモリーがですね残念ながら4なんですね4ギガバイトなんですねで仮想で4ギガバイト追加して、まあ、8ギガバイトで使えるとここがねちょっと選択肢分かれ目ですかねもちろん予算を抑えて使うのであれば えー、仮想4プラスの8ギ b でも十分です動画見るだけだったら十分ですあとは、えー、予算を追加して上のモデルを選ぶかどうかっていうところですけれどもまあ、意外にねテキパキ動くのでまあ、そこはね後でちょっと見ていただければと思います OS はね Android の1313 13でございますもうこれ格安タブレットは今もう13を買えば OK です問題ありません、えー、そろそろ14がぼっちぼっち出てきているかなというタイミングなんですが あとそうだな半年経ったらもう14買いましょうってなると思うんですが今の段階ででは13でもいいいかなと思いますちなみにね13と14あんまり変わんないですよ使ってみてただ14の方が長い期間セキュリティのアップデートに対応するので、まあ、末永く使えるということですねまあそれでもね2年3年使う程度でしたら13でも十分かなと思いますちょっとね字が小さいんですがここ見ていただきたいんですけれどもワイドバイン L1 に対応しておりますね ヘッドウルフのねタブレットワイドワイン L1 対応しているモデル多いですよね、えー、各種のね動画配信サイトが高解像度で見られる可能性があると高いということでねやっぱり L1 の方がいいと思いますがただ8インチだと L1 じゃなくて L3 でもそんなに変わんないという方もいらっしゃいますここは皆様のご判断になりますそれではねちょっと2画面の表示をしてみたいと思いますはいこうやってね分割ではいこんな感じ ちょっとやっぱりもっさりするの分かりますよね。表示がねちょっと遅れますよね。この辺がやっぱりね CPU とかメモリーとかの効いてくる部分かなと思います。でもこれで十分だっていう方もいらっしゃると思いますしうーんちょっと物足りないなっていう方もいらっしゃると思います。そこは皆さんの判断です。ただ僕は動画見るぐらい、えー、ほぼ動画見るだけだよというのであればこれぐらいの性能でも、まあ、僕は我慢できるかなと思いますが使いながらもやっぱりちょっともっさりするなと僕自身もね。 思ったりします例えばね今ちょっと YouTube 見てみますけれども、はい、メニューのね開き方からしてちょっと違うんですよほらちょっとこうね時間がかかるわけですよで,でちょっとね僕のチャンネルを開いていきたいと思いますけれどもこんな感じスクロールしてもですねなんかねちょっとキレがないんですよねでセカンドチャンネルを開いてはいこちらからねはいじゃあこれでね はい、スピーカーの音をチェックしたいと思います。今ね、ボリュームを最大にしまして、はい、えー、こちらをね、はい、それでは再生しますね。皆さんこんにちは、戸田サトルです。今回はちょっとサポートの話をしたい。はい、えー、音はそんなに悪くないんですけれども、まあまあ合格点ぐらいかなと。 いった感じですねねスピーカーカ多分、ね、こっちにしかないんですよでこっち側には穴がないのでまあ、片側のみとこういう形になると思うのでまあ過大、えー、な期待は禁物聞こえ方としてね横にしちゃうとちょっと右の方からのみに聞こえるかなというふうに気になる方もいらっしゃるかなと思います。ただいまね、えー、付属の AC アダプターで充電しておりますがバッテリー容量は 5,500mAh と。 8.4インチなんでこんなもんかなと思いますがスマホと大して変わらんんですよねもうちょっとあったら嬉しいかなとは思いますで付属のね充電器がタイプ A タイプ C で 10W だとですね一般的な PD の充電器で使えないことがたまにあるので念のためねチェックしてみましょうさてどうでしょうね充電できるかどうかワクワクしますがはいさしてみました あ大丈夫ですね、えー。これ要するに PD 対応の充電器でも普通に 10W で充電できると思います。えー、まあ大体使えるかなともちろん相性とかあると思いますがほぼね、えー、お手元の充電器で利用できるかなと思います。それではね付属のピンを使って SIM のトレイを出していきたいと思います。はいこんな形ですね。まあ一般的ですよね。ナノ i m 1枚とマイクロ SD カードを使うかナノ i m 2枚で使うかという配達利用になりますね、はいえー、この価格でね。 4G LTE に対応しているというだけでもちょっとすごいなと思いました。今ですね、地図を表示してます。現在地もね表示されます。これね、SIM が入ってると GPS が使えるので、えカーナビ代わりにも、ね、使いやすいわけですよ。かなりね、質問いただくのでカーナビ代わりに使えますかと。 試しておりますが問題なく使えます。SIM を入れずにスマホのテザリングで使っても GPS が使えるのでカーナビ代わりに利用することができます。8インチなのでね8.4インチですけれどもカーナビとしてもいいサイズかなと思います。もちろんね運転中の利用はね、えー、法令にね乗っ取ってということでちゃんと安全なところに止まって使うとかあ皆さんのねそこはこう判断で正しく利用していただきたいと思います。 こち,らこちらの f p a ド3は顔認証に対応しているので、ね、ちょっとやってみますね。1回ねオフにしますでオンにしてはい今ね分かりました微妙なラグがありましたよねあれで僕の顔を認証してますもう一回やりますよ早いんですよはいこんな感じ十分満足して使えると思いますただし指紋認証は搭載しておりませんそれでは最後にスペックをおさらいしておきましょうチップは T616 ですね買いモデルになります ディスプレイは 1920×1200 ということで非常に美しく満足できるはずですねメモリーが4しかないのがちょっと弱い点ですけれども拡張4で8で使えますストレージもね128ギガとなっておりますバッテリーは 5500mAh というところで気になる価格なんですが動画を撮ってる時点では21,999円なんですけれども6,000円オフのクーポンがついておりまして1万5,999円約1万6,000円と まあ一万六千円だったらいいのではないかなと思います。バランス的にもね、おすすめのモデルと言えると思います。まあただね、えー、あと七八千円出して G 九九プラス八ギガメモリーを買うんだという買い方ももちろんいいと思います。どちらを選ぶかは皆さんの使い方とね、ご判断次第かなと思います。僕ならどうするか、僕はもちろん G 九九を積んでるモデルを選びます。ただ誰かにギフトであげるとかってなったらこっちにするかもしれません。すみません、せこくて。 f バット3レビューしてまいりましたいかがでしたでしょうか実はね今回これ視聴者さんからリクエストいただいたんですよレビューしてくださいということで,で早速ねレビューをさせていただいたわけなんですが8.4インチのタブレットもいろいろと出てきて悩ましいですよね最終的にはねチップをどう割り切るかですね G99 を買うのか616で妥協するかともちろん価格がね かなり78,000円違ってきますので悩みどころ <laughs> そこはもう僕のおすすめというよりは皆さんのご判断になるかと思いますで今回僕の点数はね63点やっぱりねご覧いただいてて分かると思うんですがちょっともっさりするんですよ、まあ、それでいいという考え方もあると思うので63点十分高得点をつけましたが個人的にはちょっとね毎日使うのであればもっさり感嫌かなと思っておりますとはいえねこの8.4インチっていうサイズは1回手にしちゃうと本当に便利で手放せないですよ 電車の中とか旅行にね、手軽に持ってって動画を見ると、結構画面サイズ大きいので、スマホとは違った迫力あります。ということで、8インチタブレットは僕は今、一押しでございます。以上、f パッド3紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップスタートしておりますので、応援よろしくお願いします。メンバーシップのメリットとしてはですね、動画の先行公開。 これも週に5本ぐらいは先行でね、公開しております。さらにですね、戸田悟るファンクラブに無料でね、ご招待いたします。でこの戸田悟るファンクラブでは、僕がレビューした製品の一部を毎月ね、抽選でプレゼントしております、えー。確率がね、低い時も当たりやすい時もありますので、製品を選んでね、応募していただくの楽しいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。